中学校のとある部室。じゃあここからは次の議題。いつき、みんなにプリント配ってあげて。はい。さあ、というわけで今週末は子ども会のレクリエーションをお手伝いします。校内や地域住民に密着し、みんなのためになることを勇んで実施する部活動、それが三州中学勇者部。遊びたくてうずうずしてる元気いっぱいの子供たちが相手よ。みんな心してお手伝いに臨むように。3年生で部長の犬坊崎風先輩、しっかり者で頼れる私たちのリーダー。具体的には何をするんですか？ビューティーな私の大親友東郷さん。大親友なのに名字で呼んでるのは本人の希望。折り紙の折り方を教えてあげたり、一緒に絵を描いたり、やることはたくさんあります。後輩で風先輩の妹のいつきちゃん、1年生。お姉ちゃんのことが大好きなんだ。暴れ足りない子のドッジボールの的になってもらおうかしら。ちょっと待って、やられっぱなしになんかならないわよ。何言ってんのよ、小さい子相手に大人げない。最近入部した転校生、三好かりんちゃん。私や東郷さんと同級生なんだけど、いつも年上の風先輩と張り合ってる子なの。まあまあ、私たちも中学生だし。そして私、ゆきゆな、みんなと同じ栄えある勇者部の部員なのです。でもこの部活には隠された使命があって。お役目の時間だわ。やれやれ、忙しいわね。そう、これが私たちの本当の使命。かりんちゃんはこっちのお手伝いのために来てくれたの。文句は後で。行くわよみんな、勇者部出撃。了解。樹海、それは真珠様が作り出した巨大な結界。来た、バーテックス。バーテックス、人類の敵。この結界内で真珠様にたどり着かれると世界が終わる。あんたたち、遅れを取るんじゃないわよ。こらこら、仕切るんじゃない。上級生の言うことに従うように。こっからは実践、部活動は関係ないでしょ。そう、私たちはバーテックスから世界を守るために真珠様に選ばれた本当の勇者。広告の後輩はこの一線にあります。行こう、お姉ちゃん、皆さん。みんなやる気は十分ってわけね。だったら部長さん、さっさと指示出して。ずいぶん偉そうな部員がいるけど、まあいいわ。それが三州中学勇者部の真の姿。勇者部突撃、バーテックスを殲滅する。了解。なんか変なのがいっぱい出てきた。何あれ、あれもバーテックスなの？正体不明の取り巻きがいるけど、バーテックスと一緒にいる以上敵よ。行くわよみんな。了解。
で動けるのは私たち勇者だけのはずだよね。